先にお話しますね。どうぞ、おいてください。それでね、体重ね、はい、朝一番に栄養補助する前の体重が51です、はい、49、49、51、うんちが昨夜から今朝が25個かな、うん、24時間にすると 25+9、8、10、42個、うん、まあまあ最低限は出てで、おしっこね、今日の朝もう顕微鏡だけ見たんだけど、うん、やっぱ細菌がまだ多いですね。まずこっちは調べて。何でやったら下がるんですか？抗生、栄養をとって自分の免疫力を上げて、うん、であと抗生剤、うん、抗生剤は今注射で打ったり飲ませたりしてるんですけどもね、うん、そんなとこですね、うん、で、流動食は今日は今のところ 2.1、 昨日は結局1日で 2.1、2.2、2.8、 9cc ぐらいは飲める飲ませたんですけど、栄養補助するとさ、うん、栄養も取れるけど水分も取れる、うん、そうするとおしっこもたくさん出る。でももうどんどんおしっこたくさん出ることには、あの最近はなかなか聞けないんです、うん、とは思います、はい、ちょっと今この子に栄養補助してるから、この子が終わってからじゃあ、あの流動食ちょっとやってもらいますね、うん、でまあちょっとじゃあ